こんにちは。体の間10万円勝負です。今日は2019年の5月19日です。今日のエダコインの値段は 9.231 円になっています。昨日より 4% ほど上がっています。冷やしチャートですけども、このように大きく上がってから下がってもう一回上がってきましたね。はい。でここで2点天井を10.3 円ぐらい、10円ちょっとのところでつけてます。でその後1回下がって揉んでますね。今 9.2 円ということです。4時間足です。4時間足でいくと、そうですね、はい、ここで1波2波3波4波5波ができずに落ちてきて揉んでるということですね。はい。どうですかね、土曜日日曜日、はい、出来高がだいぶ戻ってきてはいるようですけども、はい、そうですね、はい、値段が増えてくると上がってくるという感じですね。はい。週足を見てみましょうか。週足はずっと上がって4つ下がって、今度反発している感じに見えますね。はい。今度は週足でいくと、1波2波3波という感じに見えてきますけど、どうでしょうか。はい。今日はですね、情報としまして、ですね、シンさんという、ここに書いてますね、エマーゴの鎧開発者が、情熱を動画で語っていますということで、ぜひ見てくださいということで見てみます。サーバー社シンさんということですね。 My name is Sarveshwar SinghPeople call me Shin. I was born in a small city of India, and after graduating from computer science and engineering from September 2018, I'm working with Emurgo as an R&D engineer. I develop Yoroi wallet and also maintain website of Emurgo like emurgo.io and yoroiwallet.com.In 2019, our major focus is to scale the reach of Cardano. For that, our team will be improving and adding many features in Yoroi wallet. I am glad that this question has been asked. One of them is, I have been doing cycling round trips of Tokyo on my Mamachari, which is a bicycle with a basket. The longest I have rode is 106 kilometers.Maybe this can be counted as a weird thing. Right now, I'm working with Yoroi wallet, which is built with the latest technologies and high standard computer science practices. Even if I am out of working hours, I continuously think about how to improve our project further. To build Emurgo into a top-notch Cardano development company,はい。インドの優秀な方でしょうね、おそらく。そういう方がこういう最新鋭の、最後なんて言ってましたかね、後最新鋭、最一流のですね、一流の会社に孫をするというようなことを一流の開発者の方が言ってるということで、非常に頼もしいですね。はい、インドの方は賢いと言いますし、本当にすごい期待できると思います。はい。あとママチャリで東京を一周したというような、親しみやすいところもありましたので、期待したいと思います。さらにですね、ここですね、IOHK がですね、シンポジウム IEE という電気の、世界最大の学会らしいですけども、そこのシンポジウムにセキュリティ&プライバシーという、部会ですかね、それに出すということで、Excited to share that two of our research papers will be presented at the 40th IEEE Symposium on Security and Privacy featuring a robust cryptosynous privacy preserving proof of stake and proof of stake sidechain. See you in San Francisco ということなので、ウロボロス、プルーフ・オブ・ステークのウロボロスについてと、
アトプルフロブステークのためのサイドチェーンということですかね。はい、この2つがこの学会で発表されるということですかね。プレゼンテッド、ウィルビープレゼンテッドって書いてありますので、はい、そういうのがサンフランシスコで起こられそうです。まあ、これがまさに、カルダノの、特徴である査読の話ですよね。はい、本当に素晴らしいし頼もしいですね。はい、今日の値段です。14,012.9×9.23 だったかな、 9.30 ですね。30-10。はい、はい、再び含み金が3枚に乗ってきましたね。はい、30.3% の、値上がりということになります。はい、また来週も追っていきたいと思います。よろしくお願いします。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。